翔平は21世紀のオールスター男だ。彼の一番の功績は野球選手全体のイメージを上げた。これは大きいね。7月25日、アメリカスポーツメディア ESPN は21世紀の MLB 選手トップ25ランキングを発表。大谷選手は3度の MVP に輝いたアルバート・プホルス氏やマイク・トラウト選手、三冠王のミゲル・カブレラ氏、サイ・ヤング賞3度の大投手クレイトン・カーショー選手など歴史的名選手らと並んで14位にランクインしました。大抵はメジャー10年以上の選手たちがランクインする中で、メジャー7年目の大谷選手がランクインするのは極めて異例のことだそうです。あるアメリカスポーツ記者は次のように語っています。このランキングに MLB で10年もプレーしていない選手が選出されるのは異例のことだ。いかに翔平大谷が MLB の歴史に大きなインパクトを与えたかを示す良い例だろう。今ここで彼が引退しても、彼が二刀流というプレースタイルで残した功績は色褪せない。アメリカ記者が語るように、 ESPN のランキングに選出されたことは大谷選手が MLB 史で常識外れの功績を残したからこそと言えるでしょう。また新たな伝説へ向かって一歩近づいた大谷選手ですが、人々を引きつけるスター性、誰からも愛されるキャラクター、周りへ与える影響力といった点において、 MLB レジェンドたちとたくさんの共通点を持っているようです。そこで今回は大谷選手と MLB レジェンドの共通点についてご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。大谷翔平とウィリー・メイズの共通点。まずはウィリー・メイズ氏と大谷選手の共通点をご紹介します。メイズ氏は現役時代、レギュラーシーズンで通算打率3割1分、660本塁打、339盗塁に加え、12年連続ゴールドグラブ賞と史上最高のファイブツールプレイヤーとして活躍。ワールドシリーズのザ・キャッチやオールスター男としても知られ、ファンの心に刻まれています。野球をアメリカの国民的娯楽にした立役者であり、6月18日にメイズ氏の他界を受けて、 MLB のロブ・マンフレッドコミッショナーはこのような声明を発表しています。ウィリーは世代を超えて選手やファンを鼓舞し、野球が真の国民的娯楽としての地位を得ることに貢献しました。そして主に1960年代に活躍した殿堂入り外野手のフランク・ロビンソン氏は、メイズ氏についてこのように証言しています。1947年に人種の壁が取り払われて以来、黒人選手の身体能力がメジャーの野球を変えたが、ウィリーは他者と一線を画していた。彼ほどのアスリートはいませんでした。人種の壁を越えて華のあるプレーで活躍していたようですね。そういった意味では、アメリカという異国の地で屈強なメジャーリーガーたちに勝るプレーを見せている大谷選手と近しいものがあるのかもしれません。またメイズ氏が秀でていたのは身体能力だけではありません。フィールドを駆け回る際にキャップが飛ぶようにするため、わざと小さなサイズのものを着用するなど、ファンを歓喜させるパフォーマンスを忘れず行っていたようで、レッズの黄金時代のメンバーで同じく殿堂入りのジョー・モーガン氏はこのように話しています。私が見た中で最高の選手、フィールド上で毎日何かしらのプレーをして私にすごいと言わせた。そんなメイズ氏の他界における反響は野球界だけにとどまりませんでした。1970年から80年代に NBA で6度チームを優勝に導き、6度のシーズン MVP を獲得したバスケットボールのカリーム・アブドゥル・ジャバー氏は、自身の X、旧 Twitter で追悼の意を表しています。子供の頃、野球は私が最初に好きになったスポーツで、その理由はウィリー・メイズでした。彼は不可能と思われるキャッチやプレーを見せて、私は万能の彼ならその気になれば水の上でも歩けると信じていました。ウィリーは一人で試合を変えました。後にバスケットボールをプレーするようになった時、彼の素晴らしいプレーを思い出し、彼のようになりたいと自分自身を奮い立たせました。私はただ良い選手になりたかったのではなく、ウィリーのような素晴らしい選手になりたかった。彼のおかげで
私も自分のスポーツキャリアを探求し、より良い生活を送ることができた。亡くなった今でも、彼が私に残してくれた素晴らしい思い出のおかげで笑顔になれる。感謝の気持ちを抱かずにはいられません。メイズ氏は同じ時代にプレーした野球選手、ファン、そしてスポーツの垣根を越えて愛される人物だったようですね。そんなメイズ氏と大谷選手の共通点を挙げているのが、全米野球記者協会のメンバーである奥田秀樹記者。奥田記者はこのように話しています。21世紀の大谷翔平はメジャー史においてそのメイズに続く存在、オールスター男だ。奥田記者が挙げたメイズ氏と大谷選手の共通点は主に3つ。1つ目は誰もが認める圧倒的な活躍で、奥田記者はこのように話しています。他のトップ選手も及ばない異次元の打球音でとてつもなく大きなホームランをかっ飛ばし、100マイル160キロの剛速球を投げ、走塁でも見せる。打席で、塁間で、ヘルメットを飛ばす。昨年7月27日のデトロイトタイガース戦のダブルヘッダーのように、完封勝利の数時間後の試合で2本塁打を放ち、すごいと言わせる。大谷選手のリアル二刀流での圧倒的な活躍は、もはや誰もが認めるものですね。2つ目は、野球の申し子であるということ。メイズ氏は過去にこのような発言をしています。6歳の頃からずっと野球をしてきて、野球が大変だと話す選手のことが理解できませんでした。私にとっては喜びでしかなかった。子供の頃、父がセミプロでプレーしていて、彼がそのことでお金をもらっていると知ったのは人生で最大の驚きでした。まるでアイスクリームを食べてお金をもらうような素晴らしいアイディアだと思いました。大谷選手も過去に何度も野球が大好きという発言をし、求道者であるかのように野球を突き詰めていますが、そういった点でも2人には似ているところがあるようです。最後、3つ目は誰からも好かれるキャラクターで、奥田記者はこのように話しています。メイズのニックネームはセイヘイキッド。彼が人々に対してよくセイヘイ、ヘイ、ヤーと親しげに挨拶していたことが由来で、明るくフレンドリーな人柄が現れている。メイズは甲高い声で陽気に笑った。大谷も言葉の壁があっても、クラブハウスやダグアウトでチームメイトと陽気に接し笑っている。明るいキャラクターと茶目っ気で誰からも愛される大谷選手。メイズ氏がそうであったように、今後も最高の舞台で人々の記憶に残るプレーを見せ、真のスーパースターとして歴史に名を刻んでもらいたいですね。プホルスとペドロ・マルティネスを足した存在。二刀流として活躍する大谷選手は、レジェンド級の野手と投手の2人を足した存在だと言われることがあります。サイ・ヤング賞を3回受賞し、 MLB 通算219勝。1999年にはレッドソックス史上初となるシーズン300奪三振を記録し、野球殿堂入りも果たしたレジェンド投手、ペドロ・マルティネス氏はこのように話しています。私とアルバート・プホルスの2人に同時になれるなんて現実とは思えないよ。翔平・大谷を見ていると、私とアルバート・プホルスを一緒にした上に、とてつもない IQ を持っているんだ。大谷選手を自身と3度の MVP に輝いたアルバート・プホルス氏が合わさった存在だと例えたマルティネス氏。これには自身の経験から基づく投手と野手の両立の難しさがあるようで、マルティネス氏はこのように続けています。私は登板した後、最初の3日、いや4日は全くといいほど動けなかった。私にとって一番楽な日は登板する日だった。やるべきことはグラウンドに行ってウォームアップをして、腕や足のストレッチ、そしてマウンドに行って9イニング投げるだけだった。リーグには数多くの素晴らしいチームがあるが、先発投手は彼らと7回、8回、9回まで戦うために準備しないといけない。加えて大谷の場合は同時に毎日出場してベースを走り回るために準備をする必要もある。これが毎日のことなんだ。投打のどちらか一方でも継続することが難しいのにもかかわらず、
両方をいっぺんにこなしてしまう大谷選手に驚きを隠せないというマルティネス氏。加えて大谷選手の人間性も評価しているマルティネス氏はこのように話しています。翔平は彼が今やっていること以外は何もする必要がないと思う。彼はどういうふうに自分の面倒を見ればいいか分かっている。彼と交流する機会があったけど、彼は信じられない規律正しさを持っており、投打両方のために本当にユニークなトレーニング方法を持っている。考えうる中で最も賢い人の一人だ。彼の教育レベルは規格外。私は翔平のことは心配していないよ。マルティネス氏にここまで絶賛されることが大谷選手の凄さを物語っていますね。そして昨年行われた WBC2023 で優勝インタビューを行ったマルティネス氏は、野球人を代表して大谷選手に感謝の気持ちを伝えました。野球界を代表して全てのファン、全ての選手、野球に携わる私たち全員から、君の努力や献身といった野球界のためにしてくれたもの全てに対して感謝していると伝えたい。個人的にも君のやっていること全てに感謝したい。我々は君を誇りに思い感謝しているんだ。君は特別な人間なんだよ。だから感謝し讃えたいんだ。野球の歴史を覆し続ける大谷選手。マルティネス氏は同じ野球人として大きな感銘を受けているようですね。そんな大谷選手は現役で活躍するあのレジェンド選手たちにも例えられています。ハーパーとコールを足した存在。昨年アメリカスポーツ専門誌スポーツイラストレイテッドで MLB を取材するトム・ベルドゥーチ氏は、大谷選手の予想契約金額について聞かれた際、このように話しています。私はハーパープラスコールぐらいになると思っています。30+30、年間3000万ドルプラス3000万ドル。年俸6000万ドル以上、約82億円。そのぐらいの数字になるのではないでしょうか。彼のように投打においてここまで優れている選手を我々は見たことがない。両方とも高レベルでやっているんですよ。本当にアメージングです。現在、大谷選手と MVP 争いを繰り広げているフィリーズのブライス・ハーパー選手と、昨年サイ・ヤング賞に輝いたヤンキースのゲリット・コール選手の名を挙げたベルドゥーチ氏、共に現在のメジャーを代表する選手たちですが、大谷選手の二刀流としての活躍を見れば、あながち間違いではないのかもしれませんね。そしてハーパー選手とコール選手も大谷選手にはリスペクトを抱いています。ハーパー選手は昨年右肘靭帯を損傷した大谷選手について、大勢のメディアの前でこのような思いを語りました。彼は右肘の手術が2度目の経験だし、自分の体をしっかり理解していると思う。投げて打つ、その負荷は僕には想像もできないけど、これからも両方で続けてほしい。見ていて楽しいし、少年たちにも彼のようにできるんだと希望を与えてくれる。いつか彼がやっているようなとても特別なことができる選手がたくさん出てくることを願っている。力強く戻ってきて翔平らしくいてほしい。みんな彼を見ることが好きだからね。野球のさらなる発展のためにも大谷選手の成功を願っているハーパー選手。打者としては同じ左の長距離砲で、足を上げずつま先やかかとの動きでタイミングを取る打撃フォームも共通点の一つです。7月17日に行われた MLB オールスターゲームでチームメイトとなりましたが、2人の様子にはライバルのようなバチバチ感はなく、あくまで友人として接しているように見えました。 MLB オールスターゲームを振り返り、ハーパー選手はこのように話しています。立ちながらイエリチ、ブルワーズとかトレイ、フィリーズのターナーとか他の選手とも話しながら、手の使い方とか構える立ち方とかを彼と話していた。なぜ彼が成功しているのかが分かったし、才能も素晴らしい。その一方で大谷選手もハーパー選手についてこのように語りました。ハーパー選手は一緒にケージワーク、室内での打撃練習したりとか、試合前にどういう練習してるのかなと見たりとかしてたんで、すごく勉強になりました。お互いのリスペクトが感じられますね。そんな2人は
今シーズン熾烈な MVP 争いを繰り広げています。お互いに高め合って素晴らしい成績を残してもらいたいですね。またコール選手も大谷選手の大ファンを公言しています。なんて素晴らしい才能の持ち主だ。翔平は大いなる波を起こしているだろう。そしてその波頭にいる。俺は無双家なんだ。人々が彼を尊敬するのは過去の予想を吹き飛ばし不可能なことなどないと証明していることだ。歴史を覆した大谷選手に刺激を受けているというコール選手は、大谷選手の今後のさらなる活躍や次世代への影響に期待していることを明かしています。僕らは投手だけや野手だけで野球を始めるわけではない。みんな投打の両方か複数ポジションでプレーしたいと思っている。野球をしている子どもたちは全部やりたいと思うだろう。例えば左投手が遊撃手でもプレーするとか、単純に投手であろうが打者であろうが夢は実現できるもの。大谷はそれをエリートレベルでやっている。彼を見て刺激を受けて次世代の選手が大きな夢を持ち続けてほしいね。ハーパー選手と同じようにコール選手も大谷選手へのリスペクトを抱いているようです。大谷選手はもちろんですが、2人も大谷選手に例えられて嬉しかったかもしれませんね。ホームラン王を争う大谷翔平とアーロン・ジャッジの共通点。現代メジャーにおいて最強打者としての呼び声が高いヤンキースのアーロン・ジャッジ選手も大谷選手とは共通点があります。ジャッジ選手は今シーズンの大谷選手の活躍についてこのように絶賛しています。毎日彼がホームランを打つところを見たいね。野球にとってもいいことだから。世界的に彼は注目を集めている。彼が毎日やっていることは驚異的だ。特にトミー・ジョン手術から回復しているという状況なわけで、打率3割以上打っている。ホームランや打点だったり盗塁もするし、驚異的なアスリートだ。彼の見せるスイングというか、本塁打を打つ姿や左翼、右翼、中堅に打ち分けるところはアメージングだ。そんなことは僕にできるとは思わないね。まるでファンのような目線で大谷選手を語ったジャッジ選手。以前行われたインタビューで大谷選手との共通点について聞かれたジャッジ選手はこのように答えていました。僕は彼の足の下半身の使い方が好きだ。彼のようにトゥータップ、つま先で小さくリズムを刻む打法を試したいんだ。この間の試合中実際に話したが、彼のようなトゥータップが僕の理想なんだ。彼はいい仕事をしている。彼は野球に集中し、フィールドの全方向にパワーを発揮する。ジャッジ選手ですらも大谷選手の打撃フォームを理想として真似をしようとしているようですね。また NPB の福岡ソフトバンクホークスや MLB でプレーした経験のある川崎宗則氏は2人の共通点についてこのように語っています。僕も直接見たことがあるけど、大きいなんてもんじゃないし、バッティングも力がずば抜けている。そしてただ力が強いだけじゃなくて、その力を抜くこともできる。二人とも平和主義、フェアプレーを貫くし、争い事が好きじゃない。他の選手から好かれるような人格者、謙虚でしょ。自分のホームラン記録の62本を余裕で超えると言えちゃうなんて本当にいい人。二人の成人プリに共通点を見出した川崎氏。確かに二人の周りにはいつもチームメイトたちがいて、穏やかな雰囲気が流れている気がしますね。また慈善活動に力を入れているという点でも共通点があります。以前から少年少女を長く支援してきたジャッジ選手は、昨シーズン最も社会貢献をした選手に贈られるロベルト・クルメンテ賞を受賞しました。その一方で大谷選手も子どもたちへのグラブ寄贈や被災地支援など慈善活動に力を入れており、今シーズンのロベルト・クルメンテ賞の有力候補にも挙げられています。共にスーパースターとして野球だけでなく素晴らしい人間性を持っていることが伺えますね。大谷翔平と大親友マイク・トラウトの共通点。大谷選手と大親友のマイク・トラウト選手。大谷選手は MLB 最年少でトリプルスリーを達成し、MVP を3度受賞するなど、現役最高選手とも言われるトラウト選手とも共通点を持っているようです。元エンゼルス監督のマイク・ソーシア氏はこのように話しています。
彼らは人を感動させるような要素を持つ。それは間違いないね。ものすごく強い打球を放つという共通点がある。トラウトはライナー性に飛ぶけど、翔平には引っ張る、振り切る力がある。現在の大谷と19歳で昇格してきたトラウトは別のステージにいる。なぜなら翔平は日本で高いレベルでの経験があることに対し、当時トラウトはマイナー 3A でのワンシーズンの経験もなかったとしている。これまでここぞという場面でドラマティックな展開が用意され、結果を残して続けてきた大谷選手。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督もジャパニーズ・ヘリテージ・ナイトで大谷選手がホームランを放った際、こんなことを話していました。翔平は物語の本のようだ。マイケル・ジョーダンやタイガー・ウッズとか、何かが起きそうな期待感があるときは実際に起きているように思える。昨年3月の WBC まで時間を戻すと、投手として最後にトラウトと対戦した時のようにね。そして今夜のジャパニーズヘリテージナイトでたくさんの日本人の方たちがいる中で、彼は大活躍だった。ロバーツ監督が言うように、記憶にも新しい WBC2023 での大谷選手とトラウト選手の対決。漫画のようなストーリーで実現した2人の対決は、人々に大きな感動を与えました。大谷選手とトラウト選手には、そのようなドラマティックな展開が用意される宿命があるのかもしれませんね。また、エンゼルスやツインズで捕手を務めていたボビー・ウィルソン氏は、2人の打球音に注目し、このように話しています。ベースの後ろに座っていて、あんな打球音を響かせることができる人間は一握りしか知らない。それはデイビッド・オルティス、アレックス・ロドリゲス、そしてトラウトだ。そういうスペシャルな選手はいるんだ。私は大谷も同格に入れる。バットがしなり、バッティング・グローブは破れ、ただただ音が違うんだ。限られた選手からしか聞くことができない独特な音なんだ。そういう選手は本当に本当に優秀なんだよ。レジェンドたちの打撃を間近で目撃したウィルソン氏は、大谷選手のバットが響かせる音にトラウト選手との共通点を感じたようですね。そしてトラウト選手は大谷選手についてこのように話しています。彼は常にチームメイトの力になろうとする。誰かが不調に陥るとそばにいて助けようとする。彼は本当に賢い。みんなは毎晩460フィート、約140メートルの本塁打を放ち、マウンドで12三振を奪う彼の姿しか見てないかもしれないが、彼は実に野球をよく知っている。本当にすごい。彼の心はすべて野球に向いている。中心選手としてチームを引っ張る大谷選手とトラウト選手。強いリーダーシップも2人の共通点なのかもしれませんね。イチロー、松井秀喜らレジェンド打者たちとの共通点。最後はシーズン最多安打記録、通算安打世界記録など数々の伝説を残したイチロー氏。シーズン31本のホームランを放ち、ワールドシリーズ MVP にも選ばれた経験のある松井秀喜氏と大谷選手の共通点についてご紹介します。 NPB の福岡ソフトバンクホークスや MLB でプレーした経験のある川崎宗則氏は、大谷選手のバッティング時の効き目に注目し、このように話しています。僕が見るキーポイントとしてはですね、目の使い方です。目なんですね。大谷選手、両目を使って、両目使いなんです。どうしても投手と正対しているんで、どうしても首がこっち、後ろ側に向きやすくて、後ろの目がどうしてもバットを振るときに消えてしまうんですね。それを大谷選手は両目で見ている。通常バッティングにおいては、右打者は左目、左打者は右目といった具合に、ボールを投げる投手側にある目でボールを見定める片目使いが一般的です。打者が投手と対峙する際には、投手に近い側の目が重要視されますが、プロ野球の世界において、そちら側の目の視力が加齢などの原因で低下したことなどにより、ボールが見えづらくなったことで打撃が狂い、現役引退を決意したという話をしばしば耳にします。しかし大谷選手は両目を使ってボールを見ているようで、これが大きなアドバンテージにつながっているようです。さらに川崎氏はこのように続けています。首をしっかり正面を向いて構えている。
ボールを見極めることができている。見るだけじゃない。バッティングは見極めないといけない。これができている。松井秀喜先輩がこう、首の位置を動かす動作をしたり、イチロー選手がこう、バットを投手方向へとまっすぐに構える動作をしてしっかり合わせたり、いいバッターほど両目で見る傾向があるんです。イチロー氏や松井氏をはじめ良い打者ほど取り入れる傾向がある方法なのだという両目使い、自身のバットの振りだけでなくボールの見え方にも新たな手法を取り入れるという進化で、大谷選手はさらに打撃を向上させているようですね。また代名詞となった一本足打法で現役時代に通算868本塁打を放った王貞治氏は、大谷選手の打撃フォームに注目しこのように話しています。腕がよく伸びてますよ。彼は両肘が最後まで伸びている。飛ばすんじゃなく飛んでっちゃう打ち方をしていますね。飛ばそう飛ばそうというと余計な力が入っちゃいますから、飛んじゃう打ち方を求めるんですよね。これはイチロー君もしっかりしていました。いいバッターは日本で過去に長嶋さんをはじめみんなそうでしたけれど、インパクトがしっかりしている人はいい成績を出せると思う。僕も意識していました。この形を若い選手たちにはいい選手のインパクトの瞬間を見せて、ここが一番大事なんだよっていうのを言ってやるべきだと思いますね。ノーステップのアッパースイングを特徴としている大谷選手ですが、インパクトの形はイチロー氏や松井氏、長嶋茂雄氏ら名打者たちと共通しているようです。さらにプロ通算20年間で最多勝利3回、最優秀防御率2回、最高勝率4回のタイトルを獲得し、史上最高のサブマリン投手とも呼ばれた元プロ野球選手の山田久志氏はこのように話しています。大谷の一番の功績は野球選手全体のイメージを上げた。これは大きいね。あれがやっぱりスーパースターだね。テレビには出ない、どこにいるかわからない、何をしているんだろうって実に興味がある。野球選手ではイチローや松井秀喜以来。プライベートがあまり公になっていない大谷選手ですが、山田氏曰くこれも一流選手に共通する証のようです。イチロー氏や松井氏からのバトンを受け、メジャーで大活躍している大谷選手。このような素晴らしい循環が今後も続いていくことを期待したいですね。さて、いかがだったでしょうか。大谷選手と MLB レジェンドたちには、打撃技術や人間性、人を魅了する力など、たくさんの共通点がありました。大谷選手はまさに21世紀を代表する野球選手というべき存在です。今後も大谷選手はたくさんの伝説を作り、野球史にその名を刻んでいくことでしょう。大谷選手のさらなる活躍に期待するとともに、今後は第二の大谷選手の登場にも期待していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またたくさんのコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。